広島市にあります広島福音自由教会牧師の北野健二です。今回、超教派の20数教会団体が加盟する広島宣教協力内に、災害の翌日発足した広島キリスト教会土砂災害支援室の事務長をさせていただいております。26日以来、日曜日を除く毎日被災の現場で地域の皆さん、ボランティアの皆さんと共に活動をさせていただいております。8月20日水曜日未明に3時間で200数十ミリの雨が広島の安佐南区安佐北区に降り、雷も連続して鳴り続ける中、土砂崩れが170箇所、死者72名、行方不明者2名の大きな災害が起こりました。被災翌日21日夜、広島宣教協力会会長の海高牧師が緊急リーダー会議を招集し、同会メンバーでもあり広島に事務所を持つ日本国際飢餓対策機構の田村総筋や旧西軍の吉田牧師も集まりました。アセンブリーの堀川博牧師を出張に、広島キリスト教会土砂災害支援室を立ち上げること、ボランティアセンターを設置しボランティア活動を行うこと、支援募金を募ることを決定し、教会が協力してキリストの愛を分かち合うことを決定いたしました。今具体的に支援している地域の一つが広島市安佐南区の八木エリアです。ここには日本バプテスト同盟の広島平和キリスト教会があります。街道はほとんど被災しませんでしたが、2名の教会員や求道者が被災され、教会から山手は最も土砂崩れが激しく、犠牲者も多い地域です。26日よりボランティア活動を始め、30センチほどたまった教会の前の道路の泥を袋詰めする作業から始めて、地域の方々の家の泥、砂、石の撤去を行っております。毎日多くのボランティアがお手伝いする中、私たちのボランティアは教会さんと呼ばれるようになり、地域の方々に感謝されております。もう一箇所は安佐北区の壁東地区で、近くで消防士さんと3歳児が亡くなった現場の近くです。私自身の子どもたちが通う小学校の学区だったこともあり、 PTA つながりで被災地を訪問しました。まだ避難指示区域で市のボランティアが全く入っておらず、ほとんど手つかずの状態でしたが、27日から最大限の安全の配慮をしながら、被災地の方々の要請に応えて活動をさせていただきました。他のボランティアが集中する土日だけでなく、毎日活動させていただくことで、町内会長さんをはじめ地元の方々と良き信頼関係が築かれる中、活動を継続しています。家族を亡くし悲しみの中にある遺族の皆さん、また家や車など多くのものを失った方々の慰めと励ましのために、ぜひお祈りください。また私たちクリスチャンがますます被災地及び広島の人々の祝福のために祈り、彼らに仕え心から愛するものとなれるようにお祈りいただきたいと思います。最後に、募金をしてくださる方は、口座名広島宣教協力会、口座番号0137031088803郵長振り替え口座まで、必ず土砂災害支援と明記の上募金ください。またボランティア受付問い合わせは082-230-7141エマトレイルまでお願いいたします。日本語英語で連絡が可能です。メールの問い合わせは jiffh.kiroshima@gmail.com です。以上、北野が報告させていただきました。